変化球空振り、ワンアウトです。小宮山さん、100球を超えていますがまだ投げさせますかね。どうでしょう、ちょっと限界のようにも見えますけどね。ああ、なるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。バッターボックスには2番田中、石川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ピッチャーちょっと疲れてきたか、スタミナ面はどうでしょうか。いや、今の投球からすると相当疲れてるように見えますけどね。打ちました、藤岡、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順は3番浅村、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。微妙なところを攻めてきます、ストライクです。2球目は何で来るか、高めに大きく外れています。あー、よく見ましたね。はい、今のはよく見ましたね。はい、ファウルになります。振っていきましたが三振、スリーアウトチェンジ。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。6回終了、5対5、同点です。ベンチは7回もマウンドに上げてきました。これは経験を積ませるという意味でいいでしょうかね。どうなんですかね、いろいろな考え方あるとは思うんですけど、経験を積むということは非常にいいことだと思いますよね。初球は際どいところに来ました、ストライクです。スピードボールを持っています。ライダーできました、ノーボールツーストライク。3球目見送っています、ボール。さあ4球目は何か、インドを見送っています。バットは動きません、よく見ています。フルカウントです。アウトを取りました。打順は1番に帰ります、バッター荻野、安打。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ピッチャー球のキレが落ちてきました。どうでしょう小宮山さん、苦しくなってきてますかね。この内容ですから当然交代も考えてるでしょうね。初球ボール、
まあ、彼は絶対的な脚力を持っていますから、とにかく塁に出さないように気をつけたいですね。そうですね。ライト方向を流しました。これはどうだ、アウト、ツーアウト。バッターは2番角中。まあ、前の打席はストレート打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。すごい勢いでバットを振ってきます。スピードボールを持っています。2球目打ちました。ヒットになった。これで3安打猛打賞。2アウトランナー1塁。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。厳しいコースはついていったんですけどね。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。1塁に勝ち越しのランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは青山。さあ、マウンドに上がったのは青山。セカンド中村。空振り。インコース、これは外れます。さあ、走りやすいカウントになっています。レフトに持っていった、大きな打球だ。頭上を越えていった。バッターランナーファーストキャンバスを蹴った。二塁送球、中村。これが自身本日の初ヒットになります。ここはうまく引っ張られてしまいました。これは変化球を完全に待ってましたね。バッターボックスには井上が入ります。嫌なバッターに回ってきましたね。さあ、勝ち越しは防ぎたい場面です。まあ、ファーストベースが空いてますから、歩かせてくるかもしれませんね。なるほど、そうですね。やはり敬遠ですね。満塁策を取りますね。はい、キャッチャー立ち上がって大きく外しました。まあ、ここは満塁の方が守りやすいと思いますね。やはりそうですね。ここは歩かせて満塁策の方がいいかもしれませんね。なるほど。これで3ボール。やはり大きく外しています。ここはもう一塁が空いてます。ここは勝負を避けました。この敬遠で満塁となっています。バッターボックスは5番レアード。イーグルス、ランナーを背負ってのピッチングが続きます。さあ、勝ち越しのランナーを背負ったこの場面です。まずは見送ります。ワンボール。ボールになります。ボール先行です。3球目は何で来るか。外の球打った、高いバウンドになった。ファーストが抑えた。そのまま入って一塁アウト。これで3アウト。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。5対5、同点です。
さあそしてここからはラッキーセブン、イーグルスの攻撃に入ります。7回の裏、イーグルスの攻撃です。一方マリーンズはピッチャーが変わります。背番号28、松永が2番手としてマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。西さん、非常に拮抗した試合が続いてますね。ご覧になっていかがですか？そうですね、ピッチャーもバッターもよく頑張ってますよね。そうですよね。インサイド変化球決まっています。インサイド落ちました。ファウルグラウンドへ打ち上げていますが切れていきます。ファウル。低めの際どいところですが外れています。変化球空振り、ワンアウトです。今日は守備で交代してそのまま出場している藤田、松永、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。まず何を投げてくるか。初球ボール。インコース見送ります。148キロ。これが3球目。低め見送りました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。バットに当たりません。三振。2アウトになっています。打順は6番銀次。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。初球ボール。148キロ。見送っています。低め振ってくれればというようなボールでしたが見送っています。低めの変化球は決まりません。高め空振り。スリーボールツーストライク。三振です。スリーアウトチェンジ。西さん、際どいコースに決まりましたね。今のは手が出なかったような感じですよね。この回イーグルス三者凡退です。7回終わって5対5同点です。8回の表マリーンズの攻撃。バッターボックスには6番バルガス。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。イーグルス同点で迎える8回です。小宮山さん、ここ同点での展開、このあたりどのようにご覧になってますか？勝負どころですからね。攻撃側がどんな作戦で仕掛けてくるのか見極めが重要ですよ。この後も集中力が必要です。
しに来ました。低めはボール。打ちました。ボテボテ。アウト、ワンアウト。打順は7番日岡。青山、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。変化球が低めに外れます。ボール先行です。まあ、ここはバッターフルスイングしていきますよ。なるほど。さあどう来るか。インコース決まった。次が4球目。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。打順は8番田村。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。空振り。改めてお聞きします。バッターボックスの田村、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、1、2塁間をきれいに破るヒットが印象的なバッターですね。なるほど、そうですか。入りました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。